自分勝手に暑くてもぼーっとしてたらどうすんねんな。あんた、いろいろ入れた？ちょっと、まあ、なんかすぐ忘れるから。辛いやつ？本当に辛いね。キュウリ、こうしゅって、やっぱりあれちゃう、どこからの時に、最後、倒して、奪ったみたいになったやん。うん。悪い変化やったなんかしら、あの時に全部陸系やったやん。どこからと。あ、なんかついた。シスみたいな。どこの辺？言うて。この辺？まぶた。まぶた？すげえな。そういえば、リク家で息子何人がおれへんかった？いけたんちゃう？次の代なのか、なんかわかんないけど、今の陛下の皇后の名前がわかればわかるのって。ああ、そうやな。特質も出さなかったりとか、どうなんでしょうね。すごかったやろ。やきもち？見たの？何だろ？金曜日の分。金曜日の分見たよ。どこ選べやろ？キュウリこっちやろ？金曜日とかかて。かくれかて？うん、あれあれは。どうなのか、まあでもなんか私やらすじゃんじゃったから、細かくも書いてない。またひどい目に遭うてて。死に、まああんだけ締められたら死にかけて、それ弱するわな。あのまま多分やけど、連れて行ったところで、どう逃げられるんじゃん。なんか大夫なんか撃たれるとか、誕生日に撃たれるとか。なんでてちゃんと言うて もらい受けてきたんちゃうん、ね、頭まで下げてあんた一匹の弟がおるやろ、あれが あれがなんか言ってたね。悪気はないねんけど欲しいな、悪気はないねんけど罪を全部兄にかぶせるわ。そういう悪気ないって言えるかってな。皇太子の兄に言ってるね。交代者ろ、あれもまんないちゃうからね。おっかん違うから、そう片親だけ。で、一番自分相手にされてない。親父からも、おかんからも相手にされてないで、外にもされてるやろ。もんもんと、もんもんと優しい子やねん。一度もだんだん気になってるんだ。
してもらえんのかね、そこに。あのソースかなかった、あるよ。うん、大丈夫。